3月3日日曜日に行われる徳島ヴォルティスのホーム開幕戦 J2 第2節徳島ヴォルティス VS FC 岐阜の前日記者会見を行います。なお本日出席予定でした FC 岐阜大木武監督は都合により欠席となり、米田徹ヘッドコーチが代理で出席いたします。 FC 岐阜米田徹ヘッドコーチ、FC 岐阜阿部正則選手、徳島ヴォルティス田向大輝選手、徳島ヴォルティスリカルド・ロドリゲス監督、皆さんこんにちは。まずは、ホーム、初戦を迎えることができて本当に非常に楽しみにしています。前回の試合では、苦い思いをして負けて帰ってきたので、今度は、見に来てくれた人たちが楽しめるようにしっかり、勝って試合を終わらせたいと思っています。もうこの街、それからスタジアムには、きっと、希望とそれから楽しみにこのサッカーを見に来る人たちが、来ると思うので、その人たちのためにぜひ勝ち点3を、取っていきたいと思っています。それからそのためにできることの最大限の準備をしてきたので、あとはそれをピッチでやるだけだと思います。なので前回鹿児島に来て悔しい思いをした人たちのためにしっかり勝ち点3を取りたいと思います。こんばんは。代理で出席させていただいている米田です。大木さんは昨日までの試合はもう経験の引き出しにしまってしまい、いつも次の試合を楽しみにしてやっている人です。もちろん明日の試合を楽しみに1週間準備してきています。それがまたとても今年も発展して楽しいサッカーをするであろう徳島ヴォルティスが相手ということで、とても楽しみに、こちらに先ほどやってまいりました。またいい試合ができるように、そして勝ち点差を持って帰れるように、チーム全体で、挑んでいこうと思っております。徳島ヴォルティスの田向です。前節本当に自分たちは悔しい思いをして、明日いよいよホーム開幕戦ということで、より、この場に来て身が引き締まる思いですし、本当に明日はたくさんの徳島ヴォルティスのサポーターが来てくれると思うので、その人たちの前で、いい内容のサッカーをすることはもちろんですけど、何よりも結果を求めて、皆さんに勝って一緒に喜ぶところをみんなと一緒に分かち合いたいなと思います。以上です。こんばんは。 FC 岐阜の阿部です。今週やってきたことをすべて明日のピッチですべて出したいと思うんで、勝ち点3取りに行きたいと思います。ありがとうございます。明日の戦いの、勝敗を分けるであろうポイントについて、見通しを教えてください。常に、徳島ヴォルティス、それから岐阜の試合の時には、いい試合が行われていると思っていて、お互いボールを持って主導権を握って、それから、いいサッカーをしていきたい、その2チームの戦いなので、お互い志向するサッカーに似ていることもあり、よりボールを支配した方、もちろんそれをいいコンディションで、いい状態で動かせるチームが今回の勝利に近づくと思います。ボールを一番大事にできないキャプテンを今日一緒に阿部選手ですけども連れてきてしまいましたけども、はい、その辺は、相手チームもお手柔らかにお願いしたいところですけども、話を戻しますと、リカルド監督と大木さんのサッカー、非常に共通している部分もあると思いますが、全く違うところも、明日は見どころ、そしてポイントになると思います。リカルドの監督の見せているサッカーは、たくさんの人を知らないうちに引き込んでいくような、いわば藍染めのような色をした鮮やかな、スタイルだと思いますけども、大木さんのサッカーというのは、
見てる人も相手も全ての人を攻め立てるような岐阜県の織部焼のようなスタイル形だと思ってます。分からない人はぜひ調べてみてください。形や色や音がどっちのものがピッチの中で出ていくか見えてくるかというところがとにかく勝敗のポイントになっていくと思います。それぞれの相手チームの印象とあと、まあ、ご自身のプレーとしてどういうふうにこうチームを牽引するプレーをしたいかという点について教えていただきたいと思います。岐阜のサッカーの印象は、まあ、本当にボールを大事にするサッカーをずっとやってきてますし、まあ、やっぱその中でクオリティが高い選手もいますし、まあ、自分としてはその前線の選手たちをしっかり抑えて、まあ、失点をゼロにすること、まあ、そのチームが勝つために自分がそのために走ることであったり体を張ることであったりとか、まあ、そういう部分でチームに貢献して、まあ、しっかり失点をゼロで抑えてチームが勝てるように貢献したいと思ってます。最初にちょっと訂正させてください。めちゃくちゃボールを大事にしてます。なので安心してください。徳島さんのサッカーのスタイルは本当攻撃的なスタイルで、まあ、自分の仕事はそれをゼロに抑えてあとは前が点取ることを信じて明日の試合頑張りたいと思います。ありがとうございました。米田ヘッドコーチとは長いお付き合いだと思いますけれども、多分自分のことも対策されているだろうなというところも踏まえて今日の試合に臨んでいると思いますが、どういう対策されていると思いますか。お答えいただける範囲で。Ya estuvimos dos años trabajando juntos. Fueron、まあ、まず、ヨネさんは、このチームのこと、それからリカルド監督のことをよく知っていて、2年間一緒に仕事をしてきて、それから試合のプランも、一緒に考えてきた中なので、いろんなアイデア、いろんなやりたいことというものはもうおそらく知っていると思います。ただその試合ごとによっていろいろな色が出てくるので、例えば、私たちが、これから考えているやろうとしていることというものはまたこの前のような試合とは違うでしょうし、それから岐阜も、今までやってきたサッカーとそれからちょっとした違った色も出てくると思うので、常に、違った色のゲームになると思うので、その中でいかに選手たちがやれるのか、選手がどれだけ見せてくれるのか、そこに、はい、大きくかかっていると思います。まずリカルド監督と同じ時間を過ごして一番感じること、それとあと、今シーズンまだ始まったばっかりですけども、今シーズンの徳島ヴォルティスの試合を 見させていただいて感じることは、一緒です。リカルド監督には、鮮度を感じる。だから、昨日はやってたことではなくて常に新しいものや、前進することを、すごく考えてチャレンジする人だということを、大木監督には伝えました。しかし大木さんは、相手が徳島ヴォルティスであろうと FC バルセロナであろうといつも、戦う姿勢は変わらない人なので、あまり、いいアドバイスになったかどうかは、本人に明日聞いてください。前節はそれぞれ結果は勝ち星それから敗戦とありましたけれども、今節に向けてそれぞれのチームが準備してきたことを教えてください。 Bueno, nosotros今週はいくつか改善しないといけない点、その鹿児島戦で出た、修正点というのを主に、中心に練習してきました。それから、我々のその主な攻撃的なところというところを練習して深めていきました。具体的に言うとその守備のところで、前回の試合で4失点してしまって、その4失点は、防げる、そういった失点だと思うので、そのところを、はい、メインに練習していきました。で主に攻撃の練習が、主に重心を置いてやってるんですけれども、今週はより守備のところに重心を置いて練習してきました。相手チームへの準備というよりも、自分たちが徳島ヴォルティス相手にどれだけ、
やりたいことができるかという磨きをかけていくような意味での練習の方が多いと思います。自分たちの、やりたいようにというのは、岐阜のリズムですね。リズムがどれだけ出せるかっていうところだと思います。それにそのリズムを作るための、テクニックや技術や局面の、プレーというのは、見た人が感じ取ることだと思いますけども、大木監督はリズムやテンポというものを、徳島ヴォルティス相手にどうやって出すかという練習を、一番時間をかけてやっていたと思います。スタジアムで皆様を待っています。一番、初戦を、ホーム初戦をしっかり勝利を取れるようにいきたいと思います。頑張ります。頑張りけん、ありがとうございました。みんなで勝つんじょ、勝つんじょ、勝つんじょ、みんなで勝つんじょ、みんなで勝つんじょ、うん、はず、明日は、たくさんのサポーターの方と一緒に一つになって絶対に勝ちます。みんなで勝つんじゃちょっと忘れかけたありがとうございます。いや、ちょっと思い出そうとして